試合だよ、イエーイ、頑張るぞ、おー。みんな一回いつも言ってるように大きい面が打てるようになると小さい面は打てるからな。安心して試合行ってこい。はじめ、大きい面、面あり。二本目、大きい面、面あり。勝負あり、切り返し仙人、大きい面でまた負けました。いや、仕方ない、相手が強かった。いや、ちょっと待てー。そっちが大きい面で勝てるっちゅうからこっちは言う通りに一生懸命大きい面ばっか練習してきたんや。なのに全然勝てへんやん。ボロ負けや。相手は完全に小さい面打ってきとる。そうやろ？こんな大きい面で勝てるわけないやん。誰が考えてもおかしいやん。それともなんか次の試合もまた大きい面で行くんか？これどう責任取ってくれるんや。なんでいつも大きい面ばかり練習させるんや。一体俺の大きい面はいつになったら小さい面に進化するんや。とりあえずかき氷でも食べる？百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか？今日は小さい面打ちのやり方とコツについてお話しします。小さい面打ちがどうも苦手だって人、大きい面打ちも小さい面打ちも両方苦手だって人、先生からいつも今はまだ大きい面打ちだけやっとけばいいんじゃって言われてモヤモヤしてる人、こんな人いませんか？今日は最初に結論をお話しします。大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは実は違う動きです。だから聞いてください。大きい面打ちをそのまま小さくコンパクトにしたからって小さい面打ちにはならないんです。今日の動画では大きい面打ちと小さい面打ちの動きを比較しながら何が違うのかっていうことを説明します。そして最後にはなぜ自分は小さい面打ちをやりたいのにみんなの先生が大きい面打ちをやれとあれほどしつこく言うのか、このあたりについても説明したいと思います。今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください。じゃあまずは足の動きの違いからいきたいんですけども、大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは足の動かし方が違います。具体的にどこで違うかというと、みんな思い出してほしいのが基本打ちの足、踏み込み足っていう右足からドーンっていく足ね、一番使うやつですよ。あの右足を出すタイミングが実は全然違うんです。ちょっと説明すると、大きい面打ちっていうのは振りかぶるときには足は動かしません。そして振り下ろすときに右足を出せば危険体がバーンと一致するわけです。大きい面打ちでは振りかぶるときに右足は動きません。止まったまま、はい、ここから振り下ろすときに今右足が出ました。に対して小さい面打ちっていうのは構えたところから振りかぶるときにもう右足一瞬出さないと危険体が一致しないんです。小さい面打ちは、はい、振りかぶるときに一瞬右足出ます。はい、もう出てますね。右足と振りかぶりが同時に行われます。比較してみると右足を出すタイミングが違うことがわかります。大きい面打ちは振り下ろすときに足を出す、小さい面打ちは振りかぶるときにもう足を出す、これ全然違うでしょっていうとね、こうちょっとね勘のいい人だったら思うかもしれないんですけども、あれれれれと宇賀店長そう言うけど、素振りや切り返しの真ん中の9本なんかは振りかぶるときに足出してる気がするけど、いい質問です。これ実はね大きい理由がありまして、素振りや切り返しっていうのは足の動きよーく考えてみると、あれってねすり足なんですよ。すり足っていうのは両足が床から離れない足の動かし方のことね。一方今お話ししている踏み込み足っていうのは片方の足、右足が床から離れる動きのこと。すり足の時には振りかぶる時に足を出して、振り下ろす時に足を引きつける、これで正解です。今お話しているのは踏み込み足の右足を出すタイミングが違いますよってことです。これ覚えてください。じゃあ次は手の動きの違いお話しますね。大きい面打ちと小さい面打ち、手の動かし方も違うんですよ。じゃあまずは大きい面打ちは、肩を中心とした円運動って言ったりしますけども、分かりやすく言うとね、大きく振りかぶったら振り下ろしましょうってことなんです。振りかぶったら振り下ろす、振りかぶったら振り下ろす、これ当たり前ですよね。振りかぶって振り下ろす、この振り下ろす勢い、この力を使って強く打つのが大きい面打ちでした。
大きい面打ちは一度手元を振り上げてそこから振り下ろしていることがわかります。当たり前ですよね。当たり前です。はいはいはい。でもね、小さい面打ちってこういう動かし方してないんですよ。ちょっと聞いてください。小さい面打ちっていうのは構えたところから振りかぶるだけ。構えたら振りかぶる、手元を上げる、ここで打つんです。この動きの中にさっきの大きい面みたいな手元を振り下ろすっていう動きって入ってないんです。小さい面打ちには手元を振り下ろすという動きがほとんどありません。宇賀店長そうなの？気持ち悪い気持ち悪い。本当そうだっけな。はい、これについては説明が必要だと思います。ぜひ聞いてください。剣道極意授けます。この本の中で小林秀雄藩士が小さい面打ちについてこのように書かれています。小さい面打ちのポイントは上げた手元を下ろさない意識を持つことです。実際にはね、少し下がってるのですが、手元を下げないことでいち早く相手を打ち、手の内を効かせることでしっかり打ち切っていきますっていう風に書かれてます。構えたところから手元を上げてここでもう打っちゃう、これが小さく早く打つコツだっていうことですね。この説明をするとちょっと頭がこんがらがってきました。こういうことですよね。宇賀店長ちょっとと、構えて振りかぶりだけ、ほとんど手元を下げずに打つんだったらそんなの強く打てなくない？ただの差し面だよ。そうですよね、僕もそう思います。ここでちょっと差し面と小さい面打ちの違いについて説明させてください。差し面っていうのは構えたところから同じような打ち方するんだけど、剣先がほとんど動かない面、構えたところから面を打つ時までほとんど動かない面打ちのことを差し面って言います。一方を小さい面打ちっていうのは同じように打つんだけど、剣先っていうのはしっかり振ってるんです。動きます。小さい面打ちはしっかり剣先を振り上げて振り下ろしていることがわかります。これがまず差し面と小さい面打ちの大きな違いですね。その上で小さい面打ちの振りかぶり振り下ろしっていうのは、最初にやった大きい面打ちみたいに肩を使って円運動で上げるんじゃなくて、この手元で上げるんです。これどうやってやるかっていうと、極端に言うとね、左手を押し出して右手を引っ張ると剣先ってこう上がるんですよね。極端に言うとよ、こんなにオーバーにやんないよね。で、逆に振り下ろすときには右手を押して左手を引くとこういう動きになりますよね。こういう動きを小さくこの辺でやって振りかぶり振り下ろしっていうのを行うわけなんです。だから多分みんなの先生言ってると思うんです。最後打つときに右手の手首入れろ手首入れろって言ってると思うんです。これはどういう動きを言ってるかというと、最後打ったときに手首の下側を縮めて上側を伸ばせっていうことを言ってるんです。それによって右手を押し込んで小さくても力強い一本が打てるようになるわけですね。今この剣先をね、小さい面打ちで動かすのは手元を使って左手を押して右手引くっていうこういう動き使いますっていう言ったんですけど、もちろんそれに加えて腕、手元自体のこの構えたところから打つここまでの動きっていうのはもちろん肩使いますからね。小さい面打ちですけど肩使います。この時に肩が使えない人はどういう打ちになるかっていうと、構えたところからこういう拝み打ちです。拝み打ち、肩が全く動いてない、こういう打ち方になりますからね。これは小さい面打ちでも肩は使います。それにプラスしてこの手元でも剣先を動かします。今日ここまで見てきたように、大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは足の動かし方も違えば手の動かし方も違うわけです。だから今こうやって聞いてみると、大きい面打ちをそのまま小さくしたからといって小さい面打ちにならないのをお分かりいただけたと思います。そこで大事になってくるのは、この大きい面打ちの動作と小さい面打ちの動作、これをね、ぐちゃぐちゃにしないってことなんです。これがぐちゃぐちゃになる人は大きい面打ちも小さい面打ちもどっちも中途半端になっちゃうんです。これをきっちり分けて両方正しい動作でできるようになった人が一番上手です。じゃあ本日最後の大事な話をしますね。何かというと、わざわざ大きい面打ちの稽古いらなくね問題です。自分がやりたいうち、小さいうちなんだから、なんで大きい面やんないといけないのと僕も昔思ってました。はい、落とし穴に落ちました。そういう考え方してる限り小さい面打ちが上手になっていきません。大きい面打ちは絶対に必要です。むしろ必要です。なぜならば、大きい面打ちの稽古こそが小さい
さい麺打ちが上達する近道なんです。あれ、宇賀店長、さっき大きい麺打ちと小さい麺打ちは全く違う動きだよって言っときながら、なんじゃそれやと。はい、ではその説明をさせてください。大きい麺打ちが必要な理由、一つ目は、小さい麺打ちっていうのは、左足でなんとなくね、この床を蹴らなくても打てちゃうことがあるんですよね。小さい面打ちだけやってる人っていうのは、いわゆるその手打ちになってしまうことがあります。大きい面打ちっていうのは、体の勢いを使って左足で床を押して床を蹴って打ちますよね。この足の動きっていうのが小さい面打ちでも必要になってくるんです。この動きを今大きい面打ちで練習して、それを小さい面打ちで使えるように、そのために大きい面打ちを練習してるんです。そして理由の二つ目っていうのは、大きい面打ちで実は打ち切るっていう稽古をしてるんです。小さい面打ちでももちろん打ち切るっていうことは必要です。一本になるためには打ち切る、必ず必要です。それを大きい面打ちで大強速軽って言ったりしますけども、体の勢いとか全身を使って打つとか、抜けの足とか斬新だとか、この小さい面を一本にするために必要な条件、これらを大きい面打ちで稽古してるんです。だから小さい面打ち上手になりたかったら、大きい面打ちをしっかり打てるようになる。そのことを分かってて、みんなの先生は大きい面打ちを稽古させてるんです。分かった？いかがでした？今日のお話は、大きい面打ちと小さい面打ちっていうのは違う動きをするんだけど、つながってるから両方できるようになりましょうっていうお話でした。僕のチャンネルではこのように、小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるしよう。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。